を剥いたら適当に折って入れます。いちごをこれぐらい加えます。ちょっと落ちました。これぐらい加えます。氷は3つ入れます。お好みで蜂蜜かメープルシロップを入れます。今回は両方入れてみます。まずはメープルシロップをお好み量。続いて蜂蜜をお好み量入れます。蓋をしてミキサーをかけます。ミキサーにかけます。まずはブラッシュ、このまま電源を一旦切ります。こびりついているものはヘラで落とします。そしてもう一度ミキサーをかけます。これぐらいで完成です。約1人前のスムージーの量になります。蓋を開けて注ぎます。